これサーモグラフ左右の。そんなにひどくないけど、首が悪いね、うん、首が。これ赤いのが良くないの。これ温度、左右差で、左右の温度差が 0.3 度以内が正常。グリーン。グリーンじゃないでしょ。で、こっちに行けば行くほど圧迫がひどい。0.8% 以上あったら、首やったら、何らかの障害が起こっちゃうっていう。赤が出たらいけない。結構頭痛もある。うん、頭痛かいろんなこっちから上の問題。睡眠は大丈夫？睡眠最近寝れない。頭痛はどの辺？頭痛右は偏頭痛ね。偏頭痛は交感神経だね。あ、ということは首が悪いんです。うん、首は副交感神経。うん、だから副交感神経の首が圧迫すれば、交感神経が働きすぎちゃってるから、うん、夜になっても交感神経が働きっぱなしになっちゃってるから寝れなくなっちゃう。うん、もう一つは頭痛。交感神経は偏頭痛。こういうのは交感神経、首が悪い。治します、今から。腰は？腰はもともと弱いけど、弱いね。うん、腰も出てるね。しかし首ほどじゃない。呼吸は浅い？多分浅いと思います。呼吸は浅、これね、腰、呼吸が浅ければ背中の心臓の裏、この辺が圧迫してる。お腹を前に突き出して後ろ、それやって。腰も悪いね。あらら、ちょっとよくありませんよ。ありません。はい、こちらです。うつ伏せになって。こっちうつ伏せ。右と左の足の差が1センチぐらいあるよ。顔を右向いて、左。全然ダメです、これ。だいぶずれてます。はい、こっち横向き。仕事ばっかりしたらこんなになっちゃいますよ。たまには息抜きしてください。こっち横向いて。よいしょ。はい、うつ伏せ、もう一回背中やります。はい、こっちうつ伏せ。これでね、足の長さがだいぶ揃ってきてると思う。ほら、だいぶ揃ってます。あと呼吸が浅いから、背中のところを手を下の方にやって、はい、深呼吸、全部下ろして。 OK。 はい、こっちです。呼吸が楽になる。すごい、うん、すごいですか。はい、はい、すごい。後ろの方に、うわ、左全然動いてない、うん、首のところをやります。5番をやって、ストレートレッグ。 OK。 今度は副交感神経の一番上の骨を治療します。頭痛は右側、はい、はい、右側のアトラスを治療します。 OK。 すごい、すごい、めっちゃなりますね、うん、今感じどう？もうすっきりしてます。すっきりした、うん、
わあ、全然いいですよ。うん、うわあ、すごかったね、今の。すごかった。立ってみて、今、感じ。すごかった。どう？わあ、すごい。腰も軽くなったでしょ。はい、肩こりなんか取れますよ。すごい。すごい。首が軽くなったでしょ。肩こりはすぐ治ります。あ、よかったですね、今日は。ありがとうございます。はい、いいです。すごい。ありがとうございます。